はい、炭酸水動画始めていきます。今回もですね、前回と同じ CGC の強炭酸水のレモンです。今回はレモン味ということでね。はい。原材料が水と、炭酸と香料。販売者が株式会社 CGC ジャパン。ということです。前回のね、CGC のね、強炭酸水が非常に美味しかった。まあ普通にね、5つ星でもいいんじゃないかっていう。まあ味も特に問題なかったですね。ただまあ若干、まあ5つ星でもいいとは思うんだけどね、あれね。5つ星にしとくか、あれ。完璧。あんまり俺レモンの炭酸水ってそんなに飲まないんです。まあ大体なんかあれだよね。ウイスキーで、ハイボール作るときに、これ使ったりとかっていうのはあると思うんですけど、レモンはあんま入れないんですよね。まあでも、レモン、まあ、炭酸の強さは問題ないですね。値段も確か60円か50円ぐらいなんで、スーパーで売ってたんで、まあ買いではないかなと思います。まあレモンの香料使ってるということで、まあ若干レモン差はあるんですけど、まああんまり俺、そんなにレモンの炭酸水そこまで好きじゃないかな。やっぱ普通の炭酸水の方が全然美味しいとは思いますけど、あんまりレモンの香りがするからっつって、うまいとは思ってないんで。やっぱり何も香りがない方が、個人的には好きなんで、まあ、これはまあ普通に三つ星ぐらいでいいですよ。これ個人的に、まああんまりレモンの香料のやつはあんま飲まないというか、あんまり好きじゃない。香料のあるレモンのやつはあんまり、好きではないんで。まあ、三つ星ぐらいでいいでしょう。ということでご視聴ありがとうございました。